はい、こんにちは。今日で授業も終わりました。ホームステイも終わりですね。はい、で授業が終わるということで、まあ学校の方にですね、タカハウスというところなんですけど、シェラーでも有名な日本人宿ですね。でここのそのタカさんという方が経営されてる宿兼学校なんですけども、まあ、生徒の方もですね結構増えてきて、今週だけで2人かな、まあ、3人ぐらい増えたような気がします。はい、でそれで終わるのでちょっとタカさんとお話ししたんですけど、タカさんは、まあ、インターネットを見ても分かるんですけど、悪口書いてる人が多分ほとんどいないんですよね。でそのことからも分かるんですけど、結構というかかなり、いい人で、私も話してるんですけど、うん、すごい、人格を持った方ですね。はい、ですごいああ見えて気が使えるとか、すごく気を使って、まあ、いろんな人に気を使う方で、うん、で、まあ、私はもう1ヶ月ぐらいここにちょっといたかったんですけど、あるとりわけある日本人の方とちょっとうまくいかなくなってしまいまして、はい、でそれでホームステイをちょっと僕が出ていくことになったのは、以前どこかの動画でお話ししたと思うんですけれど、うん、それでまあちょっと、まあ、その方がまだしばらくいるみたいなので、まあ、私はちょっと気まずいから一緒にいたりしたら、やっぱ顔を合わせたりして、まあ、私の方は、うん、おはようございますとか声かけるんですけど、もうその壁を作ってるというかね、心の壁ですね。すごい鉄の壁を感じますね。うん、嫉妬まではいきませんけど、おはようと言ってもはいとかですね、うん、まあ以前は一緒に食事とかも行ってたんですけど、うん、ちょっともう一旦壊れた関係は修復するのが不可能ですね。はい、不可能な状況に陥ったので、まあ、次の町へ行こうかなと思います。はい、なんとなく出る日も決まってまして、はい、出て行こうかなと思うんですけど、ここのホームステイ先は結構良くてですね、なんといっても、お肉が出るんですね。これは前のホームステイ先には絶対ありえなかったことで、それが出るから、あとようやくその慣れてきたと言いますかね、やっぱ1週間ぐらいいて、なんとなく家のこともルールとかも分かってきますし、それで、うん、なんか過ごしやすくというか居心地が良くなってきて、あとまあ他の周りの家のこととかも、まあ、タカさんから聞いたんですけど、あそういう家も行ってみたいなとか思いつつですね、でもやっぱり、ちょっと気まずいので次の町へ行こうかなと思います。はい、というわけで近況報告でした。でまたスペイン語の方も勉強していこうかなと思います。私に教えてくれたここシェラの先生はですね、すごく優しい人で、うん、ものすごく、まあ、馬があったと言いますかね、あんな先生多分なかなかいないと思う。まあ、僕にとってはラッキーでしたね。でもラッキーなんですけど、それ偶然じゃないんですよね。これもタカさんの、まあ、采配と言いますかね。タカさん人と喋ってその人の性格を、まあ感じ取るんですよ。うん、ああ見えてね、結構頭のいい方ですよ。でその人の性格を、まあ捉える、でその人に合ったホームステイ先でその人に合った先生を当ててくるんですね。だから一見そのなんかもうランダムというか適当に空いてるところにやってるようじゃない見えるんですけど、違いますね、あれは。だから僕がその最初、この先生ですね、その先生と馬があったっていうのもまぐれではないと思います。だからまあそのこともちゃんとお礼言って、でまあ明日かな、一応この動画撮ってる時点では明日になるんですけど、うん、
まあ出発しますと言って、で、ありがとうございましたと言って、はい、来ました。うん。はい、というわけで、今日は以上になります。あ、それとですね、やっぱり1ヶ月いますと、お店とかもですね、食べ物屋さんとかも、すごくいいお店とかも見つけてきて、うん、楽しくなってきたんですけど、ちょっと辛いですよね、やっぱり。こういう出て行き方するのはちょっと辛いかなと思います。もちろん、私が我慢すれば、気にしなければいい。気にしすぎだって、タカさんから言われたんですけどね。君は、あなたは、見た目はその筋肉でごついのに、心がすごい弱いからって、弱いっていうか、まあ繊細だからって言われて、まさにその通りでね、だからタカさんは、もう本当、もうね、人の、なんだ、心まで見透かすっていうか、そういうすごい人ですよ。うん。私はタカさんにはかないません。本当に。うん。かないません。で、まあ、気にしたらダメみたいなことを言われたんですけどね。あとは逃げる。うん。逃げる。もう苦しい時は逃げるというアドバイスいただいて、まあ私も過去になんか逃げるっていう動画作ってて、あれこれなんか、私も言ったことあるぞみたいな、ちょっとデジャブ感があったんですけど、で、それでまあ逃げると。そして気にしないと。いったことをですね、まあ教えていただいたりしたんですけど、まあ、実際難しいですよね、気にしないっていうのは。場合で言うと、日本人が、を気にしなければいいってことになるんですけど、まあ、それができればね、いいですけど、いろいろ顔を合わせるんですよ。例えば朝、行った時にガチャッと、出くわしたり、あと、トイレ行く時に出くわしたり、まあ、あるいは、休憩時間に出くわしたり、まあいろいろ、出くわすんですよ。その学校内では。だから、それで気にしない。あと声も聞こえてきたりしますからね。そういう気にしないっていうのはちょっと難しかった。私には難しかった。というわけで、まあ、気持ち入り替えて新しい街へ行こうかなと思います。もうこれがね、また不安でね、行けるかどうかとか、またバスが止まらないかとかいろいろあるんですけど、まあそういう心配してたら本当にね、押しつぶされるので、もう本当に、気になるべくもう 楽天的な気持ちを持つようにして、次へ進みたいと思います。はい、というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。